都大路全国高校駅伝に出場する佐久長聖高校駅伝部、史上最速メンバーが揃い6年ぶりの優勝に自信を見せました。全国高校駅伝に26年連続出場、去年は準優勝で日本人選手のみの高校最高記録を樹立した佐久長聖駅伝部、今年は史上最速といわれる層の厚いメンバーが揃いました。全国的に見ても今までにないチームじゃないかなと思ってますので、子どもたちが頑張った結果、チームとして頑張った結果がタイムに現れるんじゃないかなと。エースでキャプテンの長野市出身、長原壮真選手、3000メートル障害で日本高校最速タイムを樹立、夏のインターハイでも優勝しましたが、怪我のため予選会には出場できませんでした。気持ちの部分ですごい落ちてしまった部分というものがあって、常にその先を見てとやれるかが大事っていうのをと今回怪我を通して感じた部分があるので。長原選手不在の中、チームを支えたのが山口俊平選手です。県予選では区間新記録の快走、チームも長原選手抜きで県の記録を更新しました。いなくなった中でも確かに長原頼りにはならず、自分が主役だっていう気持ちに なれたから、その走る一人一人が慣れたからこそ、やっぱりこういう結果が出たのではないかと自分は思います。県予選の記録は都大路を走るどのチームよりも速いタイムです。史上最速メンバーで目指すは6年ぶり3回目の日本一です。今年1年はやはりそういった悔いというものを晴らすためにやってきていますので、チームとして向かっていきたいというふうに考えているので、期待に応えられるような順位を取っていきたいと考えています。チームは明日から滋賀で合宿に入り本番に備えます。